笑いコンビ千鳥が出演するテレビ朝日系バラエティ番組テレビ千鳥、毎週月曜25時59分一部地域除くが4月1日からスタートする。過去2回特番で放送され、昨年末の放送ではノブが100万円の高級外車を購入した。レギュラー化について、ノブは天下のテレ朝で千鳥の冠番組がモテるなんて売れ切ったと感慨深い様子だったが、一方の大吾がただ遅いと放送時間を指摘していた。1日の放送では大吾発案の100円だけゲームセンターが行われる。ゲームセンターにある250以上のゲームの中から手持ちの100円だけで一つしかプレイしてはいけない縛りの中、迷いながら何をプレイするかを楽しむというものだ。小学生の頃に遊んだ懐かしいゲームやクレーンゲーム、最新の音ゲーなど、ゲームをする一般人と絡みながらのロケをしていく。ノブはゲームを選び、有馬記念くらい興奮した、と興奮。そして2時間半迷いに迷った末、大吾が最後に選んだゲームでは、M-1 で最下位になった時の舞台裏以来という、まさかの結末に。